各位日本的观众朋友，大家好，我是林依晨，我在剧中饰演的就是花不起，敬请收看哦。アジアナンバーワン女優アリエル・リン、最春ブレイクスターチャン・ビンビンと豪華共演。中国で大ヒットしたロマンス刺激の決定版。貧しい生活で育った少女カフキ、自分の出生の秘密を知らない彼女は都へ行こうとするが、そこで出会ったのは王子チンイク。你说这个小乞丐有几分可能是我父王的私生女？彼は王の生き別れた娘を探していた。我可能是亲王爷的女儿。都へ向かう途中、カフキは何者かに襲われるが、そこに現れたのは仮面をつけた謎の義兄連衣閣。你到底是谁？無事都に着いたカフキは王家の姫として迎えられることに。我会把你培养成真正的大家千金。個性豊かな貴公子たちに囲まれながら、持ち前の度胸と聡明さで少しずつ成長していくカフキ。看来这便宜也不是那么好占的。しかし、当朝无事而亡，得碧罗天宝藏者得天下。可我为什么要把她留在府中？因为她是碧罗天圣女。我不会将不幸当作夺天下的工具。自分の知られざる運命に翻弄されるカフキ。そこに現れたのは。为何我每次遇到危险的时候，你都会出现在我身边？いつしか彼に恋心を抱くが、その正体は。但我只是你的哥哥，你不可以喜欢我。そしてカフキをめぐり。天下をかけた戦いが始まろうとしていた。父亲，我绝不会让你成为世人的工具，我一定要保护你。アリエル・リン、5年ぶりの主演作。若手注目度ナンバーワンのチャン・ビンビンを筆頭に、人気急上昇中のスターたちが豪華集結。当没有你这个人，你叫我怎么当没有你这个人？数奇な運命に立ち向かうヒロインに、イケメン貴公子たちとの波乱万丈な恋と運命が待ち受ける。2020年ナンバーワンドラマティックラブ刺激。面对你我躲不了，其实我就是想和他在一起。你说。カフキ、運命の姫と仮面の王子。